おはようございます。高知熱帯魚サービスの久上です。今日は何日だ、28日です。水曜日、今日はゴミ出しの日だった。雨の中ゴミを出してきた。今日の予定は何があるかな。今日ハードオフ行ってみようか。今から撮影するのが、はい、ショーベタハグムーン、トップバッターがグリーン&ホワイト。綺麗やな。あー綺麗だな、これ。これはいいですよ、こら。わあ綺麗綺麗。これぐらいだな。これぐらいの角度で固定しないといけない。で左右側に仕立てて入れよう。はい。と思っています。クロマキがね、フィモーラでフィモーラヒートでうまいこと抜けないんですよ。で再インストールしようかと思うけど、うまいこといかんかった時怖いからね、完全に止まっちゃいますから、躊躇してる。そうなんですよ。はい、もう一回右行こう、左行こう。あー、いい、よい、リリリリリリ、今だね。これはやっぱりこっちだ、ね、ベタじゃらし1。わあ、そこまで行ったらいかんよ。あ、でもいいな。はい、あー、いい、ね、もうちょっとセンターでもらおう。センターでもらおう。あ、いい写真撮れた、多分。でもそこはね、ちょっとね、そこで写真撮るとあんまり綺麗にないんだ、筋が入るんだ。もう一回左向いてほしいな。なんでここに左に筋が入るか、反射して多分シリコンの線が反射して入るようになろうなとは思うんですけど。今、はい、いいのもらいました、ありがとうございます。いきますよ、2匹目。ファンシーブルーのラベンダー、今撮影が済んでるのが、クラウンテールのメスが10匹、ジャイアントのメスが10匹、そして昨日アップしたショーベタが20匹で、アップは今日多分大宮君来たらアップしてくれると思います。昨日残業しなくていいよって、帰れる時には帰りなよって。はい、この子は3240円でお願いします。そっちそっち、それぞれに、ね、おじさんはそれを待っていた。あー、ちょっと上の方に欠損があるから2520円、 20% 引き。思いつきじゃないよ。一応はルールを決めてないと。で、俺の思いつきで値段決めてたら全部久だけに聞かないかんや。ちゃんです。メスが人気があったのか、すいません、メスがいない、うん、スーパーレッドのメスが全部売り切れちゃってる。結構数入れてたのにね、やっぱ赤が人気あるからね。その辺りで、そうというか、その辺りで写真撮れたらよかったんやけど。
ここがダメだ。そう、そこならいいけど、そこでシャッター押すから次切れないよね。これ連続でシャッターが切れないんですよ。オラオラしてます。もう一回。はい、いいでしょう、はい、ありがとうございました。やっと電気スイッチ入りました。はい、大丈夫です。グリーン&ホワイト、ホワイトでした。次ね、スーパーデルタだけどダンボちゃんがいるから、ダンボちゃんと、ダンボ、外れちゃった。はい、ロックオン開始。あ、順調に追ってる。これカメラを押すと切れちゃうのかな。そうでもない。もう一枚。そこでちょうだい。はい、ありがとう。いいとこでもらえたと思います。ヒレの開きが弱いね。さっきあっちでは開いとったんやけど、メスにビビってるかな。メスが大きいかな。
ってみようか。こうすれば筋が、あ、消えた消えた。この辺りや、ビューポイントはこの辺りです。いや、消えてないか、消えてないな、消えてない。これぐらいにしないと消えない、これぐらいにしないと消えない。これダメだな、どうしたもんかな。やっぱり入るな、仕方ない、無理だ。はい、ありがとうございました。左行ってよ、はい、ありがとう。これで写真撮れたと思う。はい、1匹目ファンシーです。ファンシーブルーレッド、ブルーレッドというかパープルが入ってるよね、これ。以上10匹を撮影しました。どっち行こうか、ヤフーショッピング店の方にあげようか、ね、ずっとホームページの方ばっかりあげてたんで、ヤフーショッピング店の方に10匹あげたいと思います。お昼からのお仕事も頑張ってください。午前中にアップするよ。